三能連合会。ホワイトラスカルズ、ルードボーイズ、ダルマ一家、親子。ジースウォード、どんな奴にでも守りてえ大切なもんがあるんだ。傷ついた女たちにもう一度人を信じる勇気と生きる術を与える。俺が見たかった景色は一人で見るもんじゃねえ、仲間と見るもんだった。俺らは俺らが守りてえもののために戦うんだわ。ここに住む人間はみんな家族だ。血のつながりだけが家族じゃない。俺たちはただこの町を守りたかっただけだ。その痛みの先にあるものは何だ。このままお互い潰し合ったら何も残んねえだろうが。俺たちは何のためにその拳を振りかざしていたのか。どうしまったんだよこいつだ。人間は仲間を見捨てねえだ。俺はただ仲間を守りたかっただけだ。なぜあなたはそこまでして女性を。スカウトの本質はただ女を誘い込むことじゃねえ。俺やったら次は誰だ。ヤマトか、親子か、ルードか、ラスカルズか。このままお互い潰し合ったら何も残んねえだろうが。俺が憎しみの連鎖を止める。拳で俺は何を手に入れた。頭ね。失っていた。俺たちはいつも誰かのために生きてきた。助け合うことでしか生きられなかった俺たちはみんな誰かのために夢を見ていた。でももうそれじゃダメだ。これからは他の誰かのためじゃなく自分のために夢を見てほしい。絶対に諦めるな。お前たちはいつだって誰よりも高く飛ぶんだ。頭のヒューガには関わらない方がいい。あいつと揉めたら最後、死ぬまで戦争になる。
ヒューガに喧嘩の勝ち負けは関係ねえ。目的を達成するまでだったら何度でも来る。ヒューガ、おそらく家村会はスウォードの均衡崩してチーム同士に潰し合いさせるのが目的だろう。そんなのあいつらの思うツボじゃねえかね。今はそう思わせておけばいい。ねえ、男の拳って何でできてるか知ってる？え？答えは人それぞれ。だって喧嘩の理由なんて人それぞれでしょ。もしかしたらそれが間違ってるかもしれない。でもね、それでいいの。いつかみんな年を取る。その時分かることはその時に取っとけ。今できることを精一杯やればいいんだよ。俺を信じろ。俺たちは絶対に仲間を見捨てねえ。喧嘩じゃ何も変わんないの。そうだな。あいつらが喧嘩することは間違ってる。でもな、あいつらが喧嘩しようと思う気持ちは